ちゃったから昔よりこう倒れて朽ちてる木が多いんですね。ほら刈り跡が穴掘ってね、こんな風に掘ってますわ。何食ったんだろうね。あ、でもこれ食ったね、リスもいるんですよ。シマリスとか、あのエゾリス、尻尾モフモフのやつ。シマリスは結構本当に目の前に出てきたりするんで、そうね、そういうのもうまいタイミングで。今日はどうか。まあ暖かいから。まあカメラで撮ってる間に出てくるっていうのもなかなか難しいかな。あったかいからね、みんなうろちょろするだろうけど、俺が動いてる限りはダメでしょうね。結構、あ、なんかいたな。あ、いるね。なんだあれ。あ、今音入りました？けー高い音。鹿の声。鹿の声ですよ。こっちは犬かね。でも山の方から聞こえるのは鹿の声ですね。高い声。ピーっていうやつ。多分。まあ寄ってきてくれればラッキー。ね、キツネも。また鳥さんが。だけかな、なんかもう。よいしょ。あ、埋まるわ。おっと。距離取ったりするんでね、あんまり逃げないでいてくれてるけど、こっちは結構埋まる。なんかね、これなんだ、昔のテレビで言うと無言の時間が続くと放送事故とか言うね。これ YouTube だと自分のタイミングで、ね、切ったりね、もうやめたってできるからいいっすよね。まあ好きなタイミングで止めてもらったり。お、鳥さん、あれはなんだ。おお、鷹系ですよ。カラスじゃないですね。
すごい勢いで飛んでっちゃった。いや鹿ずっと鳴いてるの、出てこねえかな近くに。前ねうちの庭に来たことがあって、母親が叫んだことがありましたけど、80過ぎてね、裏庭にあのオスの立派な角のやつが来たん で最初はなんか毛布が飛んできたのかと思ったんですってなかなかすっとぼけてますけど、あで、ああ鹿だって大騒ぎして追っかけて道路出てきましたけどね。今鹿多いね。ああちょっとダメだなこれ。映像を撮っている間に俺が動いてちゃダメなんだろうけどな。あ、これ映像山桜ですよ。この真正面わかる？あ、違うか。あそこに白いのは白樺ね。あ、牙走る意外に近くにいるな。木走りばっかりじゃなくて、さっき多分山ゲラ、いや、なんだろうな、山ゲラ、うん、ずーっと鹿さん鳴いてる。あ、この音入ってればいいのにな。失敗したな。ボイスレコーダー忘れたのは失敗っすわ。よいしょ。キツネさんすっかりあんまり警戒しないね。丸くなって、あ、見てるけど、ごめんごめん、あなたいいよそこにいてくれれば。よいしょ。みんな今あんまり外に出て歩いたりとか旅行行ったりとかもできないだろうから、こういう、まあ、映像だけでも詳しい、ね、専門に分かる人いればいろいろもっと勉強しておきますね。お前ほらほら、お、なんだこれ、お今ちっちゃいのほら逃げた。あんまり追っかけると自分の顔を動かすと、ああの野郎、あ、いた。とこれカメラ動きすぎちゃってダメかな。頭につけてるんでね。いるよ鳥さん結構。どうだろう、興味ない人の方が多いのかな。いいでしょこの感じ。どうすか。またね夏場もこういうのが、夏場っていうか時々ですね。少ししたらこう雪解けが進んでね、雪が溶けて流れてる感じとか吹きの塔が出だしたりとかっていうのも可愛いんでね。よいしょ。映像にあ、これ正解だな GoPro。 画角が分かんないのがちょっとあれだけど、モニターないとね。
スマホか。どんどんデジタルの人になっていくな。せっかく離れたはずだったのに。これね、埋まってしまったけど、お、人の頭の上飛んで、ほら、あーいいっすわ。思いついて出てきてよかったっすね。なんか皆さんもフォワッとしてもらえればいいかな。あ、これは、あ、ウサギかな。わかる？これ三つ足みたいになってるやつ。多分でもちっちゃい、こ、小ウサギか。ちっちゃいな。リスだとね、足もっとちっちゃいんですよ。で、尻尾の跡が結構つくんで、これウサギだと思うんですよね。小さいな。ここに隠れていたりしませんか。これどう。ねえ、でね、そもそも最近はね、アライグマくんもいるんですよ。アライラスカルくん。なんかね、農家の人たち困ってるんですけどね。駆除対象ね。でもな、お、動物たちは。すごい近いですね。